エンジェルダウン作戦。ミネルヴァに戻ったシンはフリーダムガンダムを相手にした戦闘シミュレーションに励んでいた。アスランはそれを咎めるが、シンは一個だにしない。俺の知る限り、今モビルスーツで一番強いのはこいつです。あのデストロイさえ倒したんだ。ならそれを相手に訓練するのはいいことだと思いますが、何かあった時あれを撃てる奴がザフトにいなきゃ困るでしょう。まるっきりわけのわかんない奴なんだから。アスラン、シンの言っていることは間違っていないと思います。よろしければアスランにもそのご経験からアドバイスをいただければと思いますが。いいよレイ、負けの経験なんか参考にならない。何？キラは敵ではない、必死に言い募るアスランだったが、その思いとは裏腹にザフト司令部より正式にアークエンジェル討伐の命令が下ってしまう。議長がおっしゃったのはロゴスを撃つということです。なのになぜアークエンジェルを撃つことになるんですか。この命令は絶対におかしい。もう一度司令部に。そんなことはもうやったわ。でも返答は同じよ。その目的も示さぬまま、ただ戦局を混乱させ戦果を拡大させるアークエンジェルとフリーダム、今後の情勢を鑑み放置できぬこの脅威を取り除く。これは本国の決定なの。もうどうにもできないわ。すでに作戦は始まっているのよ。アスランはタリアに食い下がるが、本国の決定を覆せるはずがなかった。アスランは次第にミネルヴァで孤立を深めていく。ついにザフト軍はアークエンジェルの包囲に成功した。復讐の暗い炎を胸に宿してシンは出撃する。フリーダムは俺が倒す。マリオさん、僕が時間を稼ぎます。そうやって俺は守り抜け。インパルス、なんだ前よりも動きが。シン、要請キラ。本艦は機関の撃沈命令を受けていますが、この場で投降すれば攻撃を停止します。かわきれ。警告は一度です。機関の賢明な判断を望みます。
領域外へ離脱する。キラ君、早く時間を。パワークレーン、こいつ。デュートリオンビーム、こいつ。今は絶対に撃たせやしない。ありがとう、シン。あんたはステラの仇なんだ。だからあんたは俺が撃つんだ。今日ここで。やった、ステラ、やっとこれで。撃墜。アークエンジェルの撃沈は確認できなかったものの、最大の脅威を排除したことにミネルヴァは湧き上がる。その中で一人沈み込むアスランを見たシンは、復讐を果たした高揚のままアスランを挑発する。仇は取りましたよ、あなたのもね。何するんですか。あいつを撃てたのがそんなに嬉しいか、得意か。キラはお前を殺そうとはしていなかった。あいつはただ、それを何が仇だ。嬉しかったら悪いんですか。強敵をやっと倒せて喜んじゃいけないんですか。じゃあどうしろって言うんです。泣いて悲しめってんですか、祈れってんですか。それとも俺が撃たれりゃよかったとでも言いたいんですか、あんたは。シン！怒りに任せてアスランは思わずシンを殴りつけてしまう。このやめてください、アスラン。あいつに撃たれなきゃならないわけなどない。はあ、キラもアークエンジェルも敵じゃないんだ。何言ってんですか、あれは敵です。あちらの思惑は知りませんが、本国がそうと定めたのなら敵です。レイ、それを決めるのはあなたではない。我々はザフトですから。自分の選択が自分をどんな立場に追い込んだか身をもって思い知らされたアスランは愕然とする。シンやレイとアスランとの間にある溝はもはや埋めようのないものになっていた。